太りにくい焼肉の食べ方とは。焼肉が好きな女性は少なくはありませんが、やはりカロリーが気になるという方もいらっしゃいます。そこでスタイルを維持しつつ焼肉を楽しみたいというのならば、食べる順番に気をつけましょう。まずお肉を食べる前にキムチやスープ、サラダといったものを食べることがポイントなんです。腸内環境を整えたり代謝を上げたりすることができますので、消化しやすい体作りにつながります。お肉を注文する際は赤身の牛肉がおすすめです。赤身の牛肉にはカルニチンと呼ばれる脂肪を燃焼させる成分が多く含まれていますし、脂身が少ないためヘルシーなお肉が食べたいという方でも安心して食べることができます。うどんを茹でるときは塩を入れ、そばには入れない理由とは。うどん、そうめん、スパゲティなどの麺の生地を小麦粉から作るときは、粉に含まれているタンパク質を粘性のあるグルテンにするために塩を加えます。こうしてできた麺を塩なしの湯で茹でると、浸透圧で水分が麺に染み込んでふやけてしまいます。コシのある麺に茹で上げるには、湯に塩を入れ浸透圧を調整する必要があります。一方そばは生地に塩を使っていないので、塩を入れて茹でる必要はありません。プールの底に光のまだら模様ができるのはなぜなのか。光は大気中や水中ではまっすぐに進みますが、空気中から水に入るプールの水面では曲がります。屈折という現象なんです。この時水面が鏡のように真っ平らだったら、太陽光線は同じ角度で曲がるので、プールの底にも同じように光が届き、まだら模様はできないんです。しかしプールの水面は常に波打って凸凹になっており、光はいろんな方向に曲がる。このためプールの底に集まる光は場所によって多い少ないができ、まだら模様になるのである。江戸時代にたくさんいた日本狼はどこに消えたのか。江戸時代には日本狼が全国至る所におり、夜になると街道脇に放置された牛や馬の死骸を求めて頻繁に出没して恐れられていました。しかし明治になって猟銃が広まり、標的にされて数は急激に減っていきます。さらに犬の伝染病が広がって絶滅の危機に瀕しました。狼は集団を組むので伝染病が瞬く間に広がったのである。が日本アルプスの深部で遭難者が内臓をえぐられた状態で発見されたこともあり、日本狼は完全には絶滅していないという見方もあるんです。地上1メートルの幹につけた掘り込みは10年後はどこに。質問をもう少し繰
詳しく書くと、樹木の幹に卒業記念の彫り込みを入れ、10年後の同窓会に集まった時、その木の高さが倍になっていたとすると、その彫り込みは地上何メートルのあたりになっているのかということだ。答えは地上1メートル。樹木の幹は年月とともに太くなるだけで、木が高くなったからといって上には移動しない。樹木が高くなるのは一番上にある芽が細胞分裂して伸びていくから。それとともに根が伸び、枝も太くなっていくので、全体としては大きくなりますが、幹が伸びていくわけではないんです。タイのお頭付きの正しい食べ方を知っていますか？お頭付きを半分もしくは3つに切った魚の頭のついている方と思っている向きもあるようだが、尾と頭の両方が揃っていなくては意味がない。最初の頃は鶴が出され、焼いた肉のそばに頭や尾羽を添えました。頭から尾っぽまで揃っているのが終わりまで全うでき縁起が良いとされたからである。タイのお頭付きは頭を左にして出されるが、食べ方は上の身を食べ終わったら骨を外して下の身を食べます。ひっくり返して食べるのは不作法とされます。使い切った割り箸を折るのはなぜなのか。食べ終わった後、割り箸を折るのは捨てやすくするためと思っているとしたら大間違いです。もっと深い理由があるんです。箸はもともと一本の串を折ってピンセットのようにして使っていました。両先とも櫛の端だから箸になったと言われます。江戸時代には他人の使った箸を使うと幸いが箸から口に及ぶと考えられ、割り箸を使ってすぐに捨てました。それが現代にも箸を折る習慣として残っているのである。土星の輪が時々消える。望遠鏡で土星の輪を初めて見たのはガリレオであると言っても、望遠鏡の性能が良くなかったので耳のように見えました。ところが次に見た時、この耳は消えていたのである。驚いたガリレオはケプラーに手紙を書き意見を求めました。しかし理由はわからなかった。現代天文学では太陽の周りを29年周期で回っている土星は、地球から見ると輪の向きが変わり、14年から15年に1回真横になることがわかっています。輪っかの幅は4万6000キロメートルと広大だが、薄っぺらなので真横だと性能の悪い望遠鏡では見えない。ガリレオが2回目で見たのはこの時だったので、輪っかは消えていたのだ。
クスノキ、スギ、イチョウのうち最も古い樹木とは。地球上のすべての生命は共通の祖先から誕生し、そのあるものが植物に進化し、あるものは動物に進化した。植物ははじめ水中の物類いだったが、やがて地上に進出し、6億年前の石炭紀にはシダ類が繁殖しました。その後、シダ類自身の力によって地球環境が変化し、新しい環境に適応した種子植物が出現したのです。この時に登場したのがイチョウなどの樹木である。イチョウ、ソテツは現存する樹木の中で最も古いのである。日本人とネパール人はどちらが長生きなのか。アインシュタインの相対論によれば、重力の強い場所では時間がゆっくり進む。これは精密な原子時計を地上と高層階に置いた実験で確認されています。地球の中心に近い地上の方が遠い高層階より重力が強いからである。同じことは日本とネパールについても言えます。海抜の低い日本はヒマラヤの国ネパールより中心に近い。だから重力が強い。重力が強いとそれだけゆっくり時間は進む。といってもごく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 わずかな差だが、長生きであることは確かなんです。夜はなぜ暗いか。夜が暗いのは太陽が沈むからだと思うかもしれませんが、この疑問はそのことではありません。宇宙が無限と考えられていた19世紀前半に天文学者のオルバースが提唱した問題である。オルバースは宇宙が無限だったら一応東方に分布している星も無限個あり、無限個の星で覆われた夜空は明るいはずだと主張しました。にもかかわらず夜が暗いのはなぜなのか。この問題は20世紀初頭まで解くことができませんでしたが、1915年にアインシュタインの一般相対論が登場し、宇宙の時空の膨張することが予言され、さらに1929年にハッブルによってその事実が確認されて、我々の宇宙が有限であることが判明し解決した。すなわちオルバースの疑問は宇宙を無限と仮定したことが原因だったのだから、宇宙が有限なら生じないからだ。有限の宇宙に夜が暗くなる程度の星が分布していると考えればいいからである。ではなぜ膨張する宇宙は有限か。膨張宇宙では我々から遠くにある銀河ほど速いスピードで遠ざかっている。遠ければ遠いほど速いのだから、その速度はやがて高速に達する。宇宙の最高速度は高速だから、そこからの光は波長が極限まで伸ばされ観測できない。つまりそこからこちらの情報しか来ない。その意味でそこは我々の宇宙の果てなのである。だから我々の宇宙は有限なのである。
カツオのたたきはなぜ皮を焼いてあるのか。秋のカツオは脂が乗っていて刺身でもたたきでも美味しい。それに比べ初夏にもてはやされる初ガツオは痩せて硬くて生臭い。そこで食べ方に工夫が施された。皮を焼いて生臭みを取り、ステーキのように柔らかくしたのである。ステーキのようにと言いましたが、この調理法を考えたのは江戸時代に土佐にやってきたオランダ人と言われています。皮を焼くというのは西洋料理の発想だったんですね。野球でのピッチャーの球が重いとはどういうことなのか。直球を投げた時、軽いと言われる球には逆回転、バックスピンがかかっており、打つと回転が加速されて浮力が増し、ヒットやホームランになりやすい。これに対して重い球は回転していないので、バットに当たった瞬間へばりつくようになり、そのまま飛んでいく。当然遠くまでは飛ばない。ピッチャーの生まれつきの体格、身についた腕使い、握り方などによって球は軽かったり重かったりする。軽い球を投げるか重い球を投げるかはピッチャーの素質のようなものだから、練習で変えるのは難しい。また両方を投げ分けることもできない。プロ野球で本格派と言われるピッチャーには重い速球を投げる人が多いんです。年越しそばはなぜ大急ぎで食べなくてはならないのか。大晦日に年越しそばを食べるのは、そばのように長く幸せに寿命を延ばすという願いが込められています。縁起を担いで食べるのです。ただ年を越してから食べると逆に縁起が悪いとされているので、正月準備を終えた後の時間が切迫しているときは急いで食べなくてはならない。最近は年末特番などの番組が終わってからという家族も多いようなので、それだとかなり時間は切迫するんじゃないですかね。魚の鮭はなぜ川を遡上して産卵をするのか。海を泳ぐ鮭は川を遡上してきて、川床に湧き水のあるところに好んで産卵します。淡水は海水に比べ酸素量が多く、しかも湧き水は酸素がさらに豊富なので卵には好都合なんです。また鮭が産卵するのは晩秋だが、この時期になると水温が低く川魚の動きが鈍くなるので、稚魚の敵が少なく安全なんです。そして水ぬるむ春、他の魚が活発に動き出す前に稚魚は海に向かって泳ぎ出すので、襲われる心配がない。これが主な理由と思われます。薄毛に悩む人にはなぜひじきと大豆がいいのか。
髪の毛の主成分はケラチンというタンパク質と葉土だから、この2つを補給することが薄毛の人にはまず必要なんです。このうち葉土は昆布、わかめ、ひじきなどの海藻類に豊富に含まれています。また海藻には血行を促進する鉄分が含まれているので、毛根の血の巡りが良くなる。タンパク質については肉や大豆などいろんな食品に含まれているが、動物性タンパク質の場合はフケが出やすい体質となり、頭髪には良くない。となると大豆など植物タンパクということになるが、それにはひじきと大豆の煮物、湯豆腐と昆布、湯葉と昆布などの取り合わせの和食がいいということになります。コーヒーが苦く感じる日はストレスが溜まっているかもしれない。味覚には甘み、塩味、酸味、苦味があるが、このうち甘みと塩味は生理的な条件に左右され、酸味と苦味は情緒的な条件、つまり気分に左右されやすい。生理的条件とは、スポーツで疲れた後に甘いものが欲しくなり汗をかき、喉が渇いた時は塩分の少し入ったドリンクがいいといったこと。一方、情緒的な条件とは、気分のいい時にはコーヒーは美味しいが、ストレスがたまると苦く感じたりすること。だからいつもと同じ店なのにコーヒーが苦く感じられる日は、強いストレスを受けている可能性が強いんです。夕立の雨粒はなぜあんなに大きいのか。にわかに空が暗くなり、雷が鳴ると夕立が始まり、やがて雷の大音響とともに大粒の雨が降ってくる。この雨粒の直径は5ミリで、しとしと雨の 0.4 ミリに比べるとかなり大きい。雨足の強さ、落下速度も秒速907センチメートルと、しとしと雨の162センチメートルより速い。雨粒が大きいのは、雷によってプラスに帯電した水滴とマイナスに帯電した水滴が引き合って大きく成長するからである。大きいから落下速度も速い。苔はなぜ湿ったところでなければ生えてこないのか。苔は植物の仲間だが、草や木と違って葉と幹や枝の区別がないし、花も咲かないし、実もできない。そしてもっと大きな違いは、水を運ぶ仕組みがない。だから非常に細い糸のような根から直接水分を補給するように、じめじめ湿ったところに生えるのである。直射日光が当たり周りが乾燥すると、苔も乾燥してしまう。しかし枯れたわけではなく、時間を置かず水をやれば再生します。レバーにはなぜ鉄分が豊富に含まれているか。
動物の肝臓はアミノ酸から糖を作る、脂肪酸を消化する、胆汁を作る、毒物を分解するなど多くの役割をこなしていますが、もう一つ大切なのは血液を蓄え、血液に必要な成分を供給するということなんです。血液の主要成分のヘモグロビンもその一つだが、これは色素のヘムとタンパク質のグロビンがくっついたものです。このヘムに含まれているのが鉄分だから、血液を蓄えている肝臓には鉄分が豊富に含まれているわけなんです。シロアリはアリの仲間ではない。では何の仲間なのか。木造家屋にシロアリが住み着くと家をボロボロにされるので、シロアリ退治は怠ることができない。シロアリの姿形はアリのようだし、女王中心の組織を持っているのでアリの仲間と思われがちだが、そうではない。正確にはゴキブリの一種です。3億年以上前に森林の朽ち木を食べるゴキブリが現れ、樹木の中で一生を過ごすシロアリに分化していった。女王と王が使いになって何万個もの卵を産み続けるのである。しょっぱい白蚁とはどんな白蚁のことか。しょっぱいといえば塩気が強いの意味だが、最近ではしょっぱい白蚁のようにいまいちの意味で用いられることも少なくない。その由来を遡ると、不器用で相撲が弱いことを表す大相撲の隠語にたどり着く。一説によれば、負けた力士は塩がまかれた土俵に体がつくことから、しょっぱいイコール弱い、いまいちという意味になったとも言われる。そしてこの隠語は力道山を筆頭にプロレス界に転向した多くの力士により広められ、一般へと広がっていったようなんです。缶切りがない時代の衝撃的な缶の開け方とは。最近発売されている缶詰はプルトップが付けられているものが多く、缶切りを使わなくても簡単に缶詰が開けられるようになりましたよね。そのことが影響しているためか、そもそも缶切りの使い方がわからないという人も出てきているほどです。しかし昔は缶切りが登場したこと自体がとても画期的なことでして、缶切りが登場する前までは缶詰は開けるのに非常に手間がかかるものでした。缶切りが登場したのは缶詰が発明されてから50年経ってからのことで、それまではハンマーやノミで蓋を壊して開けたり、戦場ではナイフや銃剣または銃で缶詰を撃ち抜くなどして缶詰を開封していたそうです。今では考えられないとてもワイルドな方法で、加減を間違えると中身がぐちゃぐちゃになってしまいそうですよね。缶切りの登場は当時から缶詰を食べていた人からするとかなり画期的なものだったのでした。
り仮名をなぜルビと呼ぶのか。新聞や雑誌、書籍などには難しい漢字に振り仮名が振られています。この振り仮名は印刷用語でルビと呼ばれます。ルビはイギリスの印刷職人たちが活字の大きさを表す符号としてルビー、サファイアなどの宝石名を使っていたことに由来します。日本の五号活字の振り仮名に使用されていた七号活字がイギリスのルビーとほぼ同じサイズだったことから、この七号活字をルビ活字と呼ぶようになり、やがてこの活字の振り仮名をルビと呼ぶようになったのである。ちなみに日本でルビを振るのが一般的になったのは明治時代、訳せない外来語に当て字を使った際、文字の横にルビを入れるようになったからだといいます。おいしいスイカの選び方とは。おいしいスイカの選び方。1、縞模様がはっきりしていると甘くおいしい。甘いスイカは縞模様の黒い部分が色濃く、緑との境目がはっきりしています。2、スイカを叩いて音を聞く。3、つるが青色で周りが盛り上がっている。4、スイカのお尻にあるおへその部分が大きいものは食べ頃を表します。日本一最も高価なブドウとは。石川県が開発した高級ブドウルビーロマンの初競りが行われ、最も高いものは過去最高となる一房140万円で競り落とされました。石川県が開発したルビーロマンは粒の大きさが直径 3.1 センチ以上、糖度18度以上などの厳しい基準が定められた高級ブドウで、贈答用を中心に高い人気があります。ガソリンを少しでも安く入れる方法とは。セルフのガソリンスタンドを選ぶ。ガソリンを安く入れるならセルフサービスのガソリンスタンドを利用しましょう。ガソリンスタンドのサービスシステムにはセルフとフルサービスの2種類があり、セルフサービスには給油から生産までを自分で行い、フルサービスでは給油からゴミ捨て、窓拭きなどを全て店員が行います。当然フルサービスは人件費がかかるためにガソリン価格が高い傾向になります。ガソリンを安く入れるならセルフの文字を掲げているガソリンスタンドに入りましょう。高速道路での給油を避ける。ガソリンを安く入れるなら高速道路のサービスエリアやパーキングエリアでの給油は避けるようにしましょう。高速道路上のガソリンスタンドは一般道よりも単価が5円から10円ほど高いことが多く、満タン給油すると一度に500円程度も差がついてしまうこともあります。ガソリン代を安く抑えるなら
高速道路に入る前に給油しておくことが鉄則です。インターチェンジ付近も単価が高い。高速道路上だけではなく、高速道路の入り口出口となるインターチェンジ付近のガソリンスタンドも値段が高いことがあります。少しでも安く入れたい場合は、高速道路から一歩手前の店舗で給油しておきましょう。高速道路上でのガス欠は絶対 NG です。高速道路上での給油を避けるあまり、ガス欠をしてしまうことがないようにしましょう。高速道路上でガス欠をしてしまうと、事故を誘発する恐れがあるほか、道路交通法違反となり、反則金が9000円も取られてしまいます。休日のセールを狙う。ガソリンを安く入れるなら、休日のセールを狙ってみましょう。大通りに面している大型のガソリンスタンドは、レジャー客を見込んで土日に特価セールを行うことがあります。セール中は1円から3円ほど安くなるため、平日に出るよりも割安になります。休日のお出かけ時にはガソリンスタンドを覗いてみましょう。ポイントを貯める。ガソリンを安く入れるなら、給油時のポイントを貯めてみましょう。ガソリンスタンドによっては T ポイントや楽天ポイント、マイレージなどが付与される場合があります。ガソリンの単価自体は安くならないものの、給油量に応じてポイントが付与されるため、実質割引になります。もちろんポイントを使用しての給油も可能です。各種ポイントカードはクレジット機能がないものの、発行されているため現金ユーザーでもポイントを獲得できます。会員割引を利用する。ガソリンを安く入れるなら、スタンドの会員割引を利用してみましょう。会員割引とは、各ガソリンスタンドが用意している会員になると、リッターあたり1円から2円ほど安くなるシステムのことです。入会金や年会費などは一切不要で、登録をするだけでガソリンが安くなります。また会員登録すると、手に入る非接触決済ツールを使用すれば、タッチするだけで支払いが可能です。メルマガもしっかりチェック。会員になったら、定期的に送られてくるメールマガジンをチェックしてみましょう。ガソリンスタンドには、会員になるとメルマガを発行している店舗があります。メルマガではセールや値上げの情報が発信されるため、日頃からチェックしておけば確実に安く入れることが可能です。ガソリン関連のクレジットカードを使う。ガソリンを安く入れるなら、給油に特化しているガソリン関連のクレジットカードを使用してみましょう。ガソリンスタンド各社が発行しているクレジットカード、コスモザカード、オーパスなどを使用すると、他の方法よりもはるかに安い単価で給油することができ、これが最も安くガソリンを入れられる方法です。カードの作成には手続きなどに少々時間がかかりますが、一度作ってしまえばずっと格安で給油が可能です。出光マイドプラスカードを例にご紹介すると、出光サービスステーションで給油の際に、いつでもガソリン経由がリッターあたり2円引きに、さらに入会後1ヶ月間はガソリン経由が
リッターあたり5円引き、灯油がリッターあたり3円引きとなる年会費無料のクレジットカードです。さらに故障などのトラブル時に利用できるロードサービスに特別価格で入会できるなどの特典も多数あります。ガソリン代の節約と同時に安心も手に入るとあって人気のカードです。酒を飲んだ後にラーメンを食べたくなる謎とは。飲んだ夜の帰り道、ラーメン屋の前を通りかかると無性にラーメンが食べたくなる。実はこれ、エタノール誘発性空腹時低血糖と呼ばれる症状なんです。アルコールを摂取すると肝臓がアルコールの解毒分解を始めます。肝臓は寝ている間や食事をとっていない時に糖を体に分配する役割がありますが、酒を飲むとアルコールの解毒分解作業に追われ糖を分配できなくなります。そのため血糖値が低くなってしまうんです。ラーメンの小麦粉でんぷんは腸でグルコースという糖に分解されて吸収されます。飲酒後はこの糖を体が欲しているのです。雑炊やおにぎりなどを食べたくなるのもラーメン同様に血糖値を上げるためなのである。自動販売機のコイン投入口の秘密とは。街中に設置されているタバコや飲み物の自販機、自動販売機は多くが国産のようです。というのも海外で生産すると人件費や部品が安くても多額の輸送料がかかるためなんです。大きくて重い自販機を船や飛行機で運ぶとその代金はバカになりません。結局国内で生産した方が安上がりなんです。加えて自販機はほとんど日本でしか使われないんです。商品とお金が一緒にある箱を誰も監視してないという条件で商売が成り立つのは日本くらいなものなんです。アメリカの治安の良い州や中国の都市部にはいくらか普及してはいるものの、やはり自販機は日本のいわゆる専売特許と言っていいだろう。現在は自販機では実に多様なものが販売されています。ドリンクやタバコは言うに及ばず、切符、入場券、卵、米、納豆、おでん、新聞、雑誌、CD、DVD、花に下着などなど、中でもよく利用するのがドリンクやタバコなどを買うときと電車の切符を買うときだろう。ところでこの2種類の自動販売機には決定的な違いがあることにお気づきでしょうか。それは高価投入口の形なんです。飲料類自販機の投入口は横型ですが、駅で切符を販売するものは縦なんです。これは一体なぜなんでしょう。言うまでもなく、自販機は入れられたお金が何円かを識別しなければならない。コインの大きさや重さ、色などでそれを行うわけですが、この識別装置の設置方法の違いが縦型と横型の差を生んでいるのである。縦型の投入口だと入れられたコインはコロコロ転がって素早く識別装置に入り、
商品が購入可能になります。しかし横型だと滑りながら落ちていき、抵抗が大きいので処理速度は落ちてしまう。大勢の人が並んで買う切符の販売機の場合、処理速度が命です。少しでも遅ければ客にストレスを与え、行列ができて業務にも支障をきたす。そこで切符の販売機には縦型の投入口が採用されているのである。ではなぜ飲料用の投入口は横なのか。飲み物を買うときだって早いに越したことはないはずだが、実は縦型には欠点があるんです。識別装置がスペースを取ってしまい、自販機のサイズが大きくなってしまうんです。対して横型を使うとコンパクトに収まります。飲み物やタバコなどの自販機は設置場所の都合上、なるべくスリムなデザインにしなければならない。その上で商品を可能な限り多く入れる必要がある。多少処理は遅くとも場所を取らない横型投入口を使った方が有利ということなんです。穴の形状の差は販売商品の利用者に合わせてこれ以上ないほど考え抜かれているんです。また最近は投入時にコインが入れやすく、誰でも利用しやすいユニバーサルデザインの自動販売機も登場しています。使いやすさのために日々たゆみない努力を続ける自動販売機メーカーの方に改めて敬意を表したい。そして飲み物の値段、もう少し下げてもらえないですかね。セブンイレブン鈴木会長、全然売れない3万8000円の布団を売れるようにした話。セブンイレブンの生みの親、鈴木俊文会長のイトーヨーカドー時代のエピソードです。1万8000円と3万8000円の羽毛布団を並べて販売していたところ、1万8000円の布団はよく売れたが、3万8000円の羽毛布団はほとんど売れなかった。そこで3万8000円の布団が売れるような策を施しました。値段を下げたり、特別なプロモーションをしたり、付箋に触れたポップを作ったわけではなく、売り場にちょっとした工夫をした。より高価な5万8000円の羽毛布団も並べて販売しちゃったんです。途端に効果てきめん、3万8000円の羽毛布団が一番売れるようになったんです。うな重の松竹梅で竹が一番出るのと同様の心理でしょうかね。孫正義の大洞実現伝説。日本を代表する経営者、ソフトバンクの孫正義社長。アメリカのスプリント買収や5分の面会で20億円を出資し、上場初値で8億円の含み益を得たアリババなど、数々の伝説的な実績を残している孫社長。テレビ東京のカンブリア宮殿に出演した際に紹介された数々の大洞を実現してきたエピソードを紹介します。小学生で初ホラ、もし実業家になったら球団くらい持たないかな。
小学生の頃、野球をやりながら、大人になってもし事業家になったら球団くらい持たないかなと言っていたとのこと。その30数年後、2004年ダイエーホークスを200億円で買収。売上を豆腐のように数える企業になる。1981年ソフトバンク設立。パソコンソフトの販売が始まりです。当時の従業員は孫社長とアルバイトの2人のみ。そのアルバイトに、売上を豆腐のように数える企業になると吹いていました。豆腐のように1兆2兆3兆と売上を1兆2兆の規模にするとのこと。それから24年後、2005年、連結売上高1兆円超えを達成。また2004年の株主総会では、利益で1兆2兆と数える規模になりたいと表明。営業利益1兆円超えはトヨタと NTT しか成し得ていない。しかも当時は4年連続赤字中だが、2013年に営業利益1兆円を達成します。10年以内にドコモを超えられなかったら、おな腹を切る。2006年4月、ボーダフォンを2兆円で買収して携帯電話事業に参入いたします。当時ボーダフォンは業界3位の自利品状態です。ドコモは圧倒的シェアのガリバーであり、ボーダフォンの10倍以上の営業利益、圧倒的な差がついていました。だが iPhone の日本市場独占販売をきっかけに、シェアを大幅に伸ばし、2013年アメリカの携帯電話会社3位のスプリントを買収して、2013年に売上利益ともにドコモを超えた。そして今は、いずれトヨタを抜いて日本で圧倒的な1位になるとのことです。数々の大ポラを有言実行してきた孫社長の伝説はまだまだ続きます。どっこいしょは仏教用語。椅子から立ち上がるときなど、思わず口から出てしまうどっこいしょ。この言葉の由来には諸説ありますが、その一つが仏教にルーツを求める説なんです。日本では昔から山に祖先の霊や神様がいると信じられており、信仰の対象として山に登る風習がありました。その際に唱えていたのが六根清浄という言葉。この六根とは、目、鼻、耳、舌、体、胃の6つを表す仏教用語で、この六根から生まれる欲望を断ち切り、心身を清めるという意味で唱えたのだといいます。これが転じてどっこいしょになったというわけなんです。一方、民族学者の柳田邦夫は別の説を唱えました。彼は相手の行動や発言を遮る感動詞どこへが語源であり、これがどっこいしょに変化したといいます。実験動物にされるのはなぜモルモットなのか。その第一の理由はモルモットの繁殖力にあります。
モルモットは大変成長が早い動物で、生後2ヶ月ほどで成体になります。そして年に2、3回も子供を産みます。生まれた子供は2日もすると自分で餌を食べて育つようになります。もう一つの理由は、モルモットが人間と同じように体内でビタミン C を作れない動物であることです。実験用動物は体内の気候ができるだけ人間に近いことが必要で、この意味からもモルモットは最高なんです。体内の気候が人間に近いために実験用動物になるとは、モルモットもかわいそうですね。牛は磁石を飲み込んでいるとは。牧場で放牧してある牛は面白いことに胃の中に磁石を飲み込んでいます。もちろん人間が飲ませたもので、特殊なパイプを使って4つある胃のうちの第2の胃に入れます。なぜこんなことをするのかと言いますと、実は牛は金物が大好きなのです。なので牧場で放牧をしていると、地面に落ちている鉄くずなどをどん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 食べてしまいます。放っておくと飲み込んだブリキ片や鉄くぎが体に回って消化器に穴を開けてしまいます。そこで飲み込んだ鉄くずなどを一箇所にまとめておくために胃に磁石を入れておくのです。また鉄くずがある程度磁石に集まったところを見計らって磁石を取り替えなければいけませんが、それはより強力な磁石を入れて行います。この磁石は長さ6センチくらいの棒状のものですが、牛の健康のための磁石ということで製薬会社で作られているそうです。赤ワインのグラスが白ワインのグラスよりも大きい謎。ワインには通常無色透明の足付きワイングラスが用いられます。だがレストランなどでワインを頼むと、赤ワインと白ワインが異なるサイズのグラスで提供されることが多いんです。赤ワインには白ワインよりも大きめで口径も広いグラスが用いられます。これは赤ワインが空気に触れる面積が大きければ大きいほど香りがよく立つからなんです。グラスの中の香りを楽しむには量々的に十分な余裕が必要なんです。一方白ワインはやや小ぶりで、ボールが細めのグラスが使われます。白ワインは空気に触れると味が変わりやすいため、注いだ時の表面積が小さい方がいいからなんです。また白ワインは少し低い温度で提供されることが多いため、ワインの温度が上がらないようにという理由もあるそうなんです。タイヤの色はなぜ黒なのか。車のタイヤに使われているゴムは元来乳白色に近い色をしています。これが黒い色になっているのは、ゴムを強くするために入れている補強材の影響なんです。1912年、炭素の粉であるカーボンブラックという黒い物質をゴムに混ぜると、その強度が飛躍的にアップすることが分かったことから、現在使われているような黒いタイヤが出現したのです。なおタイヤは一般的にゴム100に対しカーボンブラック50の割合で混ぜ合わせて作られます。
他の補強材を混ぜれば色付きのタイヤも作れますが、カーボンブラック以上の強度は望まないため、タイヤは黒のままなんです。